フィナーレの様子やれんのか大晦日。2007サポーテッドバイ M-1 グローバルは日本の総合格闘技イベント。2007年12月31日、埼玉県埼玉市の埼玉スーパーアリーナで開催された。日本の総合格闘技イベントプライドが2007年にアメリカの総合格闘技イベント UFC のオーナーに買収された末に、 活動を停止。行き場を失ったスタッフと選手が、日本で格闘技イベントを手掛けるフェグとディープ、アメリカで新たに旗揚げする M-1 グローバルの協力を得て開催することになった大会である。プライドが活動を停止している間に、日本人と外国人の多くの選手が UFC やヒーローズといった他の大会に流出した中、 プライド再開の望みをかけていたプライド武士道参戦選手の、青木真也、川尻達也、桜井マッハ即人、石田光弘らを中心に、M、M-1 グローバルから、プライドヘビー級王者のエメリア・エンコヒョードルが加わり、プライド末期のスポンサーらが発足させた、ワールドビクトリーロードの総合格闘技、イベント選挙区に参戦する、滝本誠やディープ王者の長谷川秀彦も参加。 旧プライドの日本人と外国人選手同士の対決、旧プライドの選手と K1 から派遣された選手との対戦といった図式でカードが組まれた。開催当日の昼間はかつてプライドを運営していたドリームステージエンターテインメントが主催していたプロレスのイベントのハッスルが行われたためやれんのかは観客を入れ替えて20時から始まった。その影響で やれんのか。ではプライドで採用されていた変速 3R 制ではなく、第1試合目では5分に R 制、第2試合目以降の全ての試合で 1R10 分、2R5 分の変速 2R 制となっている。なお、変速 2R 制は後に、ドリームでも採用された。2001年から、大晦日の埼玉スーパーアリーナでは格闘技イベントが、毎年開催され、 2003年からは、プライドの大晦日版として、プライド男祭りがファンを集めていた。プライドが買収される前からスタッフが会場を抑えていたことから、かねてから大晦日に、旧プライドスタッフが大会を開催することは、噂になっており、ファンの側もプライドの再開を望んで、プライド10周年の10月11日に、スタッフに、約1000通のメッセージを送り、 イベントの開催を後押ししていた。2007年11月21日、実行委員会と参加予定選手、旧プライド統括本部長、高田信彦らが会見に臨み、2007年4月まで、総合格闘技、イベントプライドを運営していたスタッフにより、プライドファンへのけじめとして人夜限りの開催が決定したことを発表した。 2007年11月28日、旧プライドスタッフを中心とした、やれんのか、大晦日。2007実行委員会、アメリカの総合格闘技プロモーション、M-1 グローバルに加え、格闘技、イベント K1 やヒーローズを運営するフェグ総合格闘技イベントディープを主催する、ディープ事務局らが、主催者として参加することが、記者会見で発表された。 2003年以来、K1 とプライドは、ライバル関係にあったことから、この共催は、格闘技界の大連立とも称された。この、大連立は、記者会見や格闘技雑誌でその後もキーワードとして、使われていった。2007年12月13日、やれんのか、大晦日、2007と、K、K1 プレミアム2007ダイナマイトの合同記者会見が開かれ、 フィールズが、両イベントの冠無スポンサーとなるとともに、ダイナマイト、協力試合として、エメリアエンコヒョードル VS、チェホンマン、秋山義弘 VS、三崎和の2カードが発表された。2007年12月23日、当初から出場が予定されていた、JZ カルバンが左膝負傷のため欠場となった、ことが発表され、12月27日、 代わりの対戦相手として、シドニーオリンピック男子柔道 60kg 以下級、銀メダリストである韓国のチョン・ブギョンが選ばれた。集結せよ。と名打たれた大会には、主催者発表で27,128人のファンが集まり、旧プライドのスタッフが顔を揃えた。プライド男祭りで恒例となっていた、統括本部長の高田の大太鼓で幕を開け、レニーハートの選手コール。 K. グラントと、大田新一郎のリングアナウンス、立木文彦が、ナレーションの佐藤大輔演出の選手紹介の、煽り映像が試合を盛り上げた。レフェリーやジャッジ、リングドクターもプライド時代の面々がほぼ顔を揃え、ラウンドガールもプライドガールが参加した。全試合終了後に、年越しのカウントダウンイベントを実施し、その後、選手と関係者のマイクを経て、 高田の挨拶と選手らのリング上から司法への礼でイベントを終えた。人よ限りのけじめのイベントとして開催された大会だったが、垂れ幕やビジョンには桜咲く頃、夢の続きをという新イベント開催を示唆するメッセージが見られた。一部スポーツ紙からは、実行委員会が4月に埼玉スーパーアリーナを会場として予約していることを伝えられている。 2008年1月9日、秋山義博がダウン後に、三崎の放ったキックが反則に当たるとして主催者側に提訴し、1月22日に大会実行委員会より当該試合の裁定をノーコンテストへ変更する、旨の発表がなされた。同年2月13日、大会実行委員会とフェグの合同により、新総合格闘技、イベント、 ドリームの旗揚げ記者会見が行われ、以後の大連立の流れは、同イベントに承継されることとなった。前述の4月の埼玉スーパーアリーナ大会は、ドリーム2として開催された。工業名は、プライド武士道その13体のオープニング映像や、ドンフライ選手などのプライドの煽り映像において、選手を挑発する、テロップ、やれんのかに由来している。 この言葉のオリジナルは後に、プライドエグゼクティブプロデューサーを務めることになったアントニオ猪木が新日本プロレスのプロレスラー時代の1988年4月、藤並達次にかけた言葉である。放送については、スカイパーフェク TV の、パーフェクトチョイスといいにバイスカパーの、スカちゃん。ハイビジョンによる PPV で、生中継と録画による、リレー中継が行われた。 視聴料金は3150円。実況は市川勝也と川内隆弘、解説は高坂剛が担当した。試合によって、統括本部長の高田、グラビカの郷野明弘がゲスト解説に加わった。エメリアエンコヒョドル VS、チェホンマン、秋山義弘 VS、三崎和夫の2試合に関しては、TBS が放送する。 K1 プレミアム2007ダイナマイトの枠内で地上波放送を実施。ただし、TBS による地上波放送に間に合わせる。都合上、大会の開催中に急遽試合順が変更され、メインイベントで行われるはずであった、ヒョードル対ホンマンの試合が、大会中に第6試合になり、ダイナマイトとやれんのか、を通じて、 TBS で唯一この試合だけが生中継で放送された。この TBS の放送版は、スカイパーフェク TV の映像をそのまま流すのではなく、選手紹介映像は別に制作され、実況は TBS の小笠原渡る。解説は、話術研修会所属の格闘家、岡見雄心。ゲストは、お笑いコンビの増田岡田が担当した。プライド末期と同様に、 パブリックビューイングも実施された。東京の新宿バルト9、大阪の梅田ブルク7の2つの映画館は、入場料金4500円で、やれんのかの生中継を上映した。また、K1 プレミアム2007ダイナマイトが開催された京セラドーム大阪では全、試合終了後に、会場ビジョンでやれんのかを上映し、入場客が無料で鑑賞できる措置が取られた。 動画配信サイトショータイムでは1月15日から2月19日にかけて1試合315円全試合2100円で有料の動画配信を行った選手紹介ビデオと入場は含まれず試合のみとなっている日本国外ではアメリカ合衆国で M-1 グローバルと提携したマーク9番のチャンネルハッドネットがハッドネットファイツ フェードはリターンズと題して全米制中継を行った。韓国ではケーブルテレビのチャンネル XTM がそれまで中継したダイナマイトのイベント終了後に三崎 VS 秋山の試合から生中継を開始した。最高視聴率はヒョードル VS 本漫の13.4%でこれは韓国の地上派で放送されていた番組の視聴率を上回る数字だった。 かつてのプライドスタッフが運営した大会であるが、プライドの権利は、ズファ社のオーナーが買収したため、プライドの試合映像やテーマ曲、会場音楽は一切使用されなかった。本来のプライドのテーマ曲に代わって採用されたのが、フジテレビで、プライドが放送されていた時のオープニングテーマ曲で、あるレイジーアゲインストザマシーンのゲリララジオだった。やれんのか のオープニングや11月21日の記者会見の選手登場時にこの曲が流された。高田統括本部長の妻であるタレントの向井、秋によれば、高田は開催の2日前までプライドのテーマ曲を太鼓で演奏すべく練習していた。やれんのか。のロゴのデザインも11月21日の記者、会見当初はプライドで使われていたものだったことが、 日本国外の格闘技関連サイトで指摘され、新たに別のロゴが作成された。プライドを踏襲して、リングで試合を行う。試合は、第一試合を除き、いずれも 1R10 分、2R5 分の変速2ラウンド制、総合格闘技ルールで行われる。グラウンドでの頭部、顔面への蹴りによる攻撃については、サッカーボールキック及び踏みつけが禁止となり、 4点ポジションでの膝蹴りのみ有効となる。なお、エメリアーエンコヒョードル VS、チェホンマンの試合に限っては、4点ポジションでの頭部、顔面への膝蹴りも禁止となる。判定になった場合ドロー裁定はなく、すべての試合がマストシステムにより裁定される。ありがとうございます。